あ、いや、そう、はい、欠点を長所に変えた、はい、モーターズ。はい、皆さんこんにちは、モーターズの森です。今日ですね、いつもおなじみの昭和ガレージさんの方にやってきたんですけどね、今回はですね、ジムニーの内装ですね、なんかね、実は僕もあんま知らなかったんですけど、いろいろあるみたいなんで紹介してもらいたいと思います。モーターズ。はい、そしたらですね、いつもおなじみの昭和ガレージの伊上さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊上さん、はい、で、まあ、さっき僕オープニングでも見ましたけど、なんかトラック、はい、大きなのが、そうですね、あのはイベント用ですね。あのオートバックスとか、はい、結構あちこち行くんで、はい、まあ、車を乗っけて、はい、あと荷物も乗っけて、ああ、なるほど、両方で、両方乗っけれる感じで、はい、モーターズのステッカーは全く貼ってなかったですけどそうですね、貼ってないですね貼ってないですね、はい、今度僕作って持っていこうと思いますんでね。わかりました。で、今日はジムニーの内装、はい、内装、はい、そうですね、まあ、今までちょっとずつは紹介したんですよね。そうですね、はい、今回はもう内装に絞ってなんか紹介してしたいと思います。わかりました。今回ジムニーのね、内装パーツをね、厳選して何点か紹介してもらいたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、そしたら伊上さん、はい、内装なんですけども、はいはい、パッと目を引くのがまずシートカバー。そうですね、シートカバーですね。はい、これは色は結構選べたり。色、そうですね、これはあのイエローオーカーっていう色になりまして、はい、他にあとダークブラウンと、はい、あとブラック、黒があります。へー、生地もレザーっぽい感じ。レザーっぽい感じですね。オールドブラックっていう風で、まあ、古い、うん、生地自体が PU レザーっていう、はい、まあ、本革じゃないですけど、はい、ソファーとかに使われてる生地、はい、と同じになりますね。うん、あー、なるほどですね。はい、で、これしかもサイドのとこ、これ入ってるんですか、あのホールドのなんかここ。あ、これはでも純正のままですよ。純正の方に合わせて、はい、あ、ここもともとあったやつそのまま作ってるんですね。はいはい、ありがとうございます。あともう一つは取り付け、はいはいはい、っていうのはこれ通販で買って取り付ける感じですかね。そうですね、自身で付ける方も全然います、うん、簡単にできる感じ、はい、まあ僕前回ね、はい、前回やってもらって、はい、もらってるんで、はい、これ大丈夫か、こいつを、まあこうでしょうね。そうですね、かぶせて、かぶせて、思いっきり引っ張って、そうですね、で、チャックを締めると、これを内側に入れていくかな。そうですね。今ちょっと入ってるかもしれないですけど、まあ、詳しく見たい方はあの前回の動画リンク貼っておきますんで見ていただいて、はい、あとはまあこの辺まあ選べますよと。これ後ろはない、前だけ。あ、後ろもあります。後ろもある。うちだと前だけセットっていうのも売ってるんですよね。なるほど。1台分セットっていうのも売ってるんですけど、はい、後ろ結構使わない人って結構いたりするので、はい、シートカバーつけちゃうと倒した時に、うん、フラットにならないですよね。あー、ちょっと浮いちゃう。浮いちゃうんですよね。はいはいはい。で、本当荷物だけっていう風でしたら後ろは使わない、なしの方が、うん、使わないで方多いんで、フロントだけっていうセットもあって。なるほどですね。これはもう現状はフロントだけですね。はい、ありがとうございます。そしたらもうあともう一つがちょっとまあ目を引いたのはこちら、うん、そうですね、これアームレストですね。アームレスト、はい、結構前に紹介させてもらったんですけど、はいはいはい、いよいよ発売されて。そうですね、発売してます。まあ、あとこのイエローオーカーに関してはまだこれからっていう感じで、これは試作品というか、はい、こんな感じかな、黒のレザーを色塗ってますね、これ。なるほど。あの雰囲気を、はい、今日の撮影に間に合わなかったんですねそうですね本ちゃんはちゃんとこれを色になるらしいんで、はい、ちょっと全く一緒の生地ではないんですけど、はい、似た感じの色の、ね、はい、出来上がってきます。これ商品自体はこれはポコンと外れるんですか。はい、ここにはめてるだけなんですよね。あ、なるほど。もともと純正のドリンクホルダーがあったところに、はい、はめてるだけです、ね、はめ込むだけ、はい、これなんでこんなん作らはったんですか。はいはい、純正のドリンクホルダーが結構使いづらいっていうのがあって、はい、まあ、あ、ここにあるやつですね。はい、まあ、そこをなくしちゃって、そこであとまあ肘置きもなかったので、はい、あるといいかなっていう風で。なるほど、はい、なんかここを延長して、はい、機能的にはあとはまあ肘置きっていうのと、あと、はい、開けると小物入れになります、ね、ああ、なるほど、収納になってるんですね。はい、便利ですね。そうですね、言うたらジムニーの欠点を長所に変えたみたいな感じ で、はい、そうで肘置きと小物入れにしたという感じで、はい、これでも別に加工も何もいらんか、ポコンって入れるだけなんですね。はめるだけですね。はめるだけなんですけど、はい、シートにこう挟まれてるので、はい、ぐらつくこともなく。あ、なるほど。蓋も自動で、あ、なるほどですね、止まるみたいな。あんまりバチャンってすぐ落ちるってこともないんですね、そうですね、逆に、はい、挟まってるので、はい、
あ、ちょうどいいですね、はい、色はそのシートカバーに合わせて、はい、ここもいろんな色を展開されてるってことで。そうですね、今ダークブラウンとブラックはラインナップとしてはあるんですけど、はい、在庫が今切れちゃって。なるほど、またちょっと入荷昭和ガレージ在庫問題。そうですね、ちょっと人気商品はい、あの頑張って作っていただきましょう、はいはい、前僕でも紹介した時ジーンズの柄のやつ、はい、あれもまあ引き続きあれもあります。なるほどですね、ありますし、はい、アームレストもデニムのアームレストもありますね。なるほどですね、はい、気になるのはまあ価格ですよね、はいはい、シートカバー、はい、まあ、2脚っていうんですか、はいはいはい、シートカバーの2脚、はい、フロントセットで 22,880 円です。おお、まあこのヘッドレストの部分もついてってことですよね。はい、はい、前の席2脚分ですね、はい、おお、1台分で 38,500 円です。おお、いいっすね。で自分でできるんやったらコーチもいらないですね。そうですね。でアームレストが、アームレストが 11,880 円ですね。あー、なるほど。そしたら前2つとアームレスト入れても3万ちょっとぐらいですかね、うん、そうですね。この辺はちょっと揃えたいですもんね。そうですね、普通のアームレストもあるんですけど、はい、やっぱりレザーで、ね、はい、揃えた方が見た目がいいんで、うんうん、なるほどですね、はい、ありがとうございます、はい、あとはもう次がハンドル変わってますね、はい、これはウッド調のコンビハンドルになります、ね、はい、そう、どの部分が変わってるんですか。丸ごとハンドルごと変わってますね。それは純正のハンドル、純正のハンドルを取って、まあ、この部分だけ再利用してますね。なるほどなるほど。エアバッグはなんでそのまま使用可能ですね。あ、それはありがたい。スイッチ類もそのまま全部使えると、移植して使える感じになってます、ね、ああ、そしたらそれ変えたいよっていう人は どうしたらいいんですか。そのまま純正の車持ち込みます、はい、はい、ハンドル取ってハンドルについてる部品を付け替えるみたいな感じですかね。あ、その人のハンドルの部品を付け替える、はい、って感じなんですね、はい、作業的にはそれ1日かかるんですか。1時間ぐらいあれば持ち込んできてもらえても、全然その日のうちにやってもらえるって感じなんですかね。で、そこの色違いとかもあったりするんですか、ね、これもそうですね、カーボンがあったりしますね、はい、他にもちょっと色を作る予定で進めてて、はい、まだちょっと見本が来てないのであるんですけど。あー、なるほど、はい、今はじゃあカーボン調とウッド調、はい、ピアノブラックがありますね。なるほど、3色ですね、はいはいはい、ここからあともう2色ぐらい増やしていこうかなと。マットのウッドっていうのも作ろうかなと思って。おー、なるほど、ちょっとツヤツヤなんですけど、ね、はい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 、マットの、なるほどですね、ピアノないタイプを作っていますね今。持ち込むだけでちゃちゃってやってくれるんやったら、はい、すごいありがたいですね。そうです、あの元々あるその機能はそのまま損なわずにできるっていうのはすごいありがたいかなと、はいはい、ありがとうございます、はい、ちなみにそれ いくらぐらいなんですか。これは 24,200 円です。おー、なるほど、1個変えるだけで運転する気分が全然変わりますもんね、はい、純正でちょっと太くなってるんです、ね、はいはいはい、握り心地もいいとは思います、はいはい、なるほどですね、はい、次その前についてるパネルの上についてるのが、そうですね、これがクリノメーターですね。クリノメーター電源入れましょう。はい、前なんかもっと小さかったですよね。あ、そうですね、こっちはあのタイプ2になりまして、あのバージョンが新しくなったタイプになります、はい、近未来的な感じがちょっと大きくなって、はい、あの表示する項目が増えてるんですよね。左右の傾きと前後の傾き と、あとはあの GPS のセンサーで位置情報を拾ってスピードが表示されるのと、はい、あと方位ですかね、あと標高とかも出たりするんですよね。どういう意図が変わるんですかそれ。スピードメーターが結構、はい、その GPS なんで結構正確なんですよ。あ、そうなんですか、はい、純正のメーターって誤差があるんですけど、はいはいはい、あとタイヤが変わったりするとまた表示が変わったりするんですけど、タイヤの大きさ変わったりしたらね、スピードメーターもちょっと誤差出てきますもんね、はい、それを GPS で正確なスピードを出してくれると、はいはい、まあ、あとはそのちょっと上になるので、はい、こう目線移す量が減るので。あ、なるほど、運転もちょっと、まあ、高速道路とか、はい、目線を移す量が減るので。なるほどですね、楽になるんですよね。しかもそれつけるとなんかちょっとかっこいいですね。これがタイプ2ですね、はい、でタイプ1の方ももうちょっと小柄なやつがあると、ね、こっちあと緯度経度で。ああ、なるほど、自分の場所が分かるんですよね。山の中入った時にどの位置にいるかっていうのが分かるんですよね。なるほど、本格的な人はこういったのもすごくね、一つにまとまってるのがね、いいのじゃないかなと思います。はい、はい、そしたら伊上さん、はい、あともう他にもあったりするんですけど、パッと見た感じ僕そんな感じかなと。あとはルームランプですかね。おーおーおー、ルームランプ、ね、はい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 。おー、 LED に、 LED になって、フォーマルが結構暗いので、はい、これまあ白のやつで、はい、あと
これは白なんですけど、はい、あとウォームホワイトっていう、はい、暖色系みたいな、はいはい、これもあります。なるほどですね、はい、これが前後、前後です。後ろの方の はい、やつも変えれるってやつですね。これなんぼするんですか。これ2200円ですね。あ、安い、はい、これ自分で付け替えれます。これも自分でできますね。カバー外して、はい、もう純正のと変えるだけ、ね、あ、これやったらちょっと結構通販で買って変えれるだけやったらいいかなと、はいはい、あとこれにリモコン付きのもあったりするんですよね。リモコンで明るさが変えれるんですよね。16段階、調光できる、調光できます、ね、まあそういうのもあるということです ね、はい、ですね。他に何かあったりするんですか、はい、アシストグリップですね。アシストグリップ、はい、おお、助手席側の、助手席側についてますけどね。はい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 、はい、この手かけるとこ、これもう JB23 の時から販売してるんですけど、はい、まあ、寸法が一緒なので。これはでもここ汚れますからね。このあと掴んだ時のあれですね、手触り、手触りとあと見た目ですね。これ色は、これはもう一色だけ、一色だけで、はい、これはおいくらぐらいなんですか。5830円ですね。まあまあっすね。そうです、まあまあします。そうですね、まあまあしますね。日本の職人がこう、はい、手巻きしてるんで。あ、そうなんですか。それはね、しますよね。そうっす、はい、あとすいません、色が種類ありました、はい、それアシストグリップ自体がグレーとダークグレーの2色があって、はい、あと革のステッチがあるんですけど、はい、ステッチがシルバーと赤と選べるっていう、その巻いてる革自体に色が、はい、そうですね、ステッチがあって、それのステッチがまた変えれると、はい、そうですね。あとはもう他に、あと最後フロアマットですね。フロアマット、はい、これですね、3D ってやつですね。そうです。これちょっと取っていいですか。はい、いいですよ。 3D にきっちり成形されてる。水とか洗ってもいいんですよね。そうですね。でもうゴミパーって取って、はい、水でジャーってこうブラシでガーって洗っても、はい、全然問題ないんで、はい、でしかもね、これ 3D のマットで、これいいなと思うのはこの横が上がってるんですよね、全部。そうですね、はい、だからゴミがこの中に溜まるんで、うん、こっから外にフロア出ないんでいいのかなと思います、はい、まあこのザラザラ感も結構ね、滑り止めになってるんですよね。そうですよね、はい、まあ運転席なんか特にペダルとか踏むと思うんで、それがこういうザラザラ感があるのはいいのかなと。運転席も全部、はい、アクセルペダルの奥までちゃんとトレー状になってるんですよ、はい、あ、なるほど、奥の方まできっちりと上がってるん で、はいはい、でこれは前後。そうですね、前後あります。バラ売りな状ですかね。後ろも人乗らなかったらいらないんで、はい、前だけ、なるほど、の販売だったり、あと、ま、前だけと後ろだけと。後ろっていうのはどこの、あれですね、リアの本当足元ですね。足、後ろの足元の方ですね。そうですね、足元ですね。これも立体的に作ってるんですね。これもそうですね、トレー状に、はい、ただどうしてもレールの関係で、はい、ここだけどうしても切れちゃうんですけど。ああ、なるほどですね、はい、ほぼほぼ、そうですね、純正だとここがないんですよ、はい。ああ、なるほど、ないないですよ。まあそこまできちっと作ってるというところですね、はい、その純正のやつがないっていうのは、これ今純正あるんですけど、はい、純正置くとこんな感じで、この辺が、ほんまや、ここが何もなかったのがここまできっちりと、はい、立体で作ってると、はい、え、しかもこれ、え、これ繋がってるんですか。そう、繋がってます。なんでこの辺とかも汚れなくなりますね、はい、あー、この辺のやつとかももう全部この中にゴミが溜めれて、はい、洗えると。そうですね。うわ、これめっちゃいいじゃないですか、はい、で、リアはもう一つあると、はい、ラゲッジのところに、これがリア、ラゲッジマットですね、はい、純正が、はい、これプラスチックでもうツルツルなんですよ。あ、はい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 、樹脂なんで、はい、相手は傷つけないんですけど、うん、ツルツルで乗っけると滑ってくるんですよね、ブレーキ踏むと。なるほど、ここに物を置いたらブレーキ踏んだらサーって行ってしまう、こんなツルツルでは、はい、なっちゃうんですよね、はい、ってところでこの滑らない素材で、なるほどですね、はい、あ、これはありがたい。後ろの席は倒した状態の時しか使えないですけど、はい、まあね、はい、荷物置く人やったら、でしかもここにね、またゴミも荷物積んだら ついちゃうんで、はい、ほな売る時は前後ろの足元とここ2室のとこ、はい、これいくらぐらいするんですか。9900円です。これ後ろのやつが、後ろ9000、これ9900円、はい、前の足元両方左右セットですね。あ、左右セットで前が8910円、はい、でリアの足元、はい、あれは1個もんですね。1個もんですね、はい、が6600円。結構お手軽、はい、スズキのジムに行ってフロアマットって純正オプションですか。あれオプションですね。ほんならもう買わんと、これ買う予定にしておいてくれはったらオプションつけんと、もうこれから最初スタートしてくれはんのもいいのかなというところですね、そうですね、はい、この辺ね、もう皆さん通販で買っても本当つけるだけの商品ばっかりなんで、はい、結構やりやすいのかなと思います、はい、ありがとうございます、はいはい、そしたら井上さん、はい、今日一日どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日はもう内装のパーツで
まあほぼほぼほとんどあれですよね、もうコーチンとかいらないですよね、もう自分で皆さんできるから。自分でやれるのが多いですね。ね、はい、そのお手軽なカスタムがねできるっていうのはすごいありがたいかなと。もう通販で買って取り付けるだけという感じ で、ね、はい、価格帯も結構安いのからあったりとか、はい、あとちょっと中で説明できなかった、はい、ついてなかったんですけど、はいはい、他にもあるんですよね。そうですね、あのシフトサイド収納ケース、はい、オートマ車に限りますけど、あ、なるほど、後ろの方につけるやつだったり、あ、横にポケットついてて、はい、あとはトノカバーですかね。はいはいはい、トノカバーの後ろのシート倒したところに、うん、まあ、荷物を目隠しだったり、あ、なるほど、まあ、目隠した上にその上にさらに乗っけたりとか、そういうできる、なるほどですね、というのがあったり。なるほど、今じゃあインサートにちょっと入ってると思うんですが、はい、そういった商品もありますんで、はい、ラゲッジネット、ラゲッジネット、後ろに扉開けた時にこう、出てこないようにっていうのと、うんうん、まあ、そこにもポケットがつけて収納できる、はい、なるほど、そんな感じで。ああ、まあでもちょっとした商品も、はい、あの実はたくさんありますんで、はいはい、もしよろしかったらあのホームページの方とかからチェックしていただいて、はい、検討していただければいいんじゃないかなということですね。はい、ありがとうございました。そしてましたら、はい、今日の動画良かったよって方は高評価ボタンとチャンネル登録をバンと押してください。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。今度あのトラックに貼るステッカー作ってきますね。あ、じゃあ貼りましょうかね。ちょっとお願いします。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など、車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。